アメリカ合衆国のオスカロライナ州シャーロット出身の元プロ野球選手。広島東洋カープではチャットトレーシーの登録名でプレーした。2001年の MLB ドラフト7巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名を受け、4日後の6月9日に選手契約を結んだ。この年は SSA 級のヤキマと A 級のサウスベンドでプレー。2002年は A 級エルパソでプレー。 2003年はトリプル A 級ツーソンで133試合に出場し、打率324.169アンダーを記録し、球団参加の最優秀マイナー選手に選出された。2004年もトリプル A 級ツーソンで開幕を迎えたが、ロベルト・アロマーの故障者リスト入りで4月21日にメジャー昇格を果たし、同日の対ミルウォーキーブルワーズ戦で代打としてメジャーデビューを果たした。 143試合に出場して規定打席に到達。打率285.8本塁打53打点を記録。新人王の投票では1票も入らなかったがトップスルーキーオールスターチームの3塁手に選出された。2005年は一塁手として開幕をメジャーで迎えたが6月下旬にショーン・グリーンの右翼手から中堅手へのコンバートに伴い トレーシーは右翼手として出場することになった。145試合に出場し、打率308超打率553を記録。2006年は自己最多の154試合に出場し、打数、得点、安打、二塁打、打点、盗塁、支給の各部門で自己ベストを更新。一方で三振が 前年の78から129まで増加し、自己ワースト記録を更新。2007年以降は、出場試合数が100を下回り、レギュラーに定着できずにいた。2009年シーズン終了後、フリーエージェントとなった。2010年1月27日にシカゴカブスとマイナー契約に合意。開幕前にメジャー昇格し28試合に出場するが、6月25日に、 カブスを戦力外となる。2010年7月9日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結びトリプル A 級スクラントンウィルクスバリヤンキースでプレーするが7月31日に放出された。2010年8月5日にフロリダ・マーリンズと契約し41試合に出場。2010年オフには広島東洋カープと契約を結んだ。2011年 広島では打線の中軸に起用されていたが、股関節痛のため6月にアメリカに帰国。その後復帰することなく40試合の出場で打率。235、1本塁打、19打点、オプス、629の成績に終わって9月26日に自由契約となった。オフの10月に開催されたグアダラハラパンアメリカン競技大会の 野球アメリカ合衆国代表に選出された。2011年12月20日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2012年は主に代打で起用され、代打としては53試合で打率。261という成績を残し、ナショナルズの初優勝に貢献した。数字以上に大事な場面での活躍が高評価され、年俸75万ドルから100万ドルという、 代打要因としては異例のアップを勝ち取った。2013年10月31日に FA となった。2014年1月29日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだが3月23日に放出された。4月26日に現役引退を表明した。ポジションは主に三塁手と一塁手で他に外野手としてのプレイ経験がある。 打撃ではスイングがコンパクトでコース的な穴もない上、速球に強くコースに逆らわずにライナーで弾き返すことができるが逆方向のスタンドまでコンスタントに運ぶパワーはない。右投手に対しては通算打率二百294オプス二十六と結果を残しているが、左投手は通算打率二百十六オプス六百十三得にしており、 2007年以降は、左投手が先発の試合はスタメンを外されていた。肩は悪くないが、守備には難がある。目測を誤って長打にするケースが多い上に、打球に対する反応が遅いため守備範囲も狭く、送球エラーも多い。ありがとうございます。